音は電話ピンコって知ってます？そうですね、それ以降は全く見てません。一応うちの従業員ではありますが、バイトでやる気がなくて30分しか、何回やんねんそのくだり。わし59やね。おゲームしペダルってメンバー募集してます？やばい、川上さん。ちょっとこれはちょっとこっちでんだ。あいつこらガラス直ってないかもしれない。あ、そうだ、はい。お、あれ、とうとう、とうとう出たんすか、ザリタコ。ザリタコ出ましたよ。え、お、おったっすか、今。病院に店出しました。へぇで、言ってましたよ、今。え、今行こう。今。あ、どうす。ザリタコ、ザリタコ。やってる。よろしい。よろしい。うわ、出てる、総本家。なんだ、総本家って。いらっしゃいませ。やっとうとう出たんすね。お店自体はどうなったんですか？ラーメン屋なんですよ、焦げ付きなんだから、あのラーメン屋の店員ですわね、簡単に言うと。え、それ曲がりしてる料金とかは払ってないですよね、はい、曲がり、まあ一応バイトみたいなもんですわね。ああ、なんならむしろもらってるだけで、ああ、ね、じゃあまあまあまあよかった、うん。なんで、まあ、あのラーメンのメニュープラス、はいはいはい、たこ焼きもできたみたいな感じですよね。ああ、もうフードコートっすね、完全に。はい、はい、しっかりね。あ、うん、ね、これ仕事請求じゃないですか。仕事請求なんですよ、これ。ってことはこれ割合で取られてるんですか。まあ、じゃあそれ場所代みたいなもんか。そんな感じちゃいまっかね。まあそれでええんですわ。いいんだ。うわ、くそ、向こう腹立ってきたな。あのラーメン屋、ラーメン屋、あのフードコート。フードコートでさ、もはや。なんだ、うちの厨房貸したのにな。いや、なんだ、うちのタバコ屋貸したのに。いや、おかしいでしょ、タバコ屋で。一番おかしいわ。それはそうか。うん、スモーキーな味わいで言うて。うん、まあ確かに。でも、たこ焼きから出る煙も、タバコから出る煙も、親戚みたいなもんですから。そうやね。いや、そうやね、やらへん。フレーバーがちゃうわ。そうか、スワンはもう混ざってとんでもない匂いになりそう。確かに、ね、うん、関西のおっさんの匂いになりますわ。金を稼ぎたいという欲が前面に出てる。こんにちは。太田君。あ、あれ、トトハン電話。電話すいません。ちょっとラーメンいじってきます。はい。おっと、あれ、とうとうフードコートになったと聞いてきました。たこ焼きの件ですか？違うです。でもそれは夢を叶えたんですよ。夢を叶えた人の？人の夢をこの街で出せないって。もう店舗が、はい、ああ、なるほど。狼狽していました、彼は。何もすることがないと。うろたえてた。はい。マジか。そこで提案したのがキッチンを使って販売すればいいじゃないかと。なるほど。それでやってもらってるんです。俺はノータッチで。ノータッチで。ここだけもちゃんと自分で用意して。あ、ノータッチなんだ。そうなんです。でもなんか仕事請求で請求来たけどな。あ、そうですね。それはもうキッチン代としてもらってます。あと、飲み物を全部売ってもらってるっすね。普通に俺は。ああ、何割ですか？ 5 っすね。5？ はい。え、でも5しか多分できないんじゃないですか、仕事請求って。いや、いじれますね。あ、これいじれるんすか？あ、まあまあ、でも死に言わないと。あー、死に言って。はい。めっちゃびっくりするじゃないですか。でもなんか最初になんか5で、5でいいって言ってて。あ、まあ、出せないよりは良かったんじゃないですか、多分。あー、なるほどね。まあ確かに。そう、出せないよりは、なんか俺がなんかアコギみたいになってるんですけど。ええー。お店で何もできないよりは。多分。変わっちまったな。何ですか？変わっちまったな、つるぎ。川上さん、なんで最初1万円でいいって言ってて、1万円で売るって言ってて、おうおうおう、そこを3万円で、ああ、3万円にして、そうだから見入りが1万5千になったから1万円でいいって言ってたから、まあ1万5千で上がってるからいいじゃんと。そうなんです。でそれでもうむしろやりたいって感じだったんで。ああ、なるほどね。じゃあまあそうなんすよ。まあそれ言いに来ただけだ。暇す。川上さん暇。もうめちゃくちゃ暇。いや、俺もマジで暇。なんかないですかね、やること。まあ、今、ポーカーが熱い。でも見ましたよ。何言ってるか分かんない感じですけど、なんか。今、ポーカーが熱い。この街でポーカーを流行らせないか。なんか知ってんな、それ、俺。日本韓国さんとかもいましたもんね。日本韓国さん。日本韓国。おいらっしゃいませ、ウスコさん。こんにちは。おいらっしゃいませ。すみません、鶴木くん。はい。聞きたいことがあるんですけど。え、何ですか？
離れていきましょう。ピンコって知ってますよね。ピンコって知ってますよね。ピンコ知ってますよ。どこにいます今。ピンコがどうしました。どこにいるかわかんないですね。どこにいるかわかんない。はい、これ知ってる場合で言わなかったらあなたも巻き込みますけど。いや本当に知らないです。何があったんですか。知らないですか。いやまあちょっとね、いろいろありまして。じゃあガチで知らないって感じでいいですか。あ、マジで知らん。マジで本当知らんす。今どこにいるか。ああ、わかりました。ありがとうございます。ただ友達ではあります。友達ではある。友達ではあります。そうですか。え、川上さんも何か知ってんじゃないですか。川上さん知ってます？ピンコ。今日、23時頃 A2 でバーベキューをしてたのが最後です。俺それ知らなかったんです。A2 でバーベキュー。なるほど、はい、もうでも3時間以上経ってますね。そうですね。それ以降は全く見てません。一応うちの従業員ではありますが、バイトでやる気がなくて30分しか1日働いてないんで、はい、まあバイトっていうか、まあそんなに仲良くない。ただの従業員です。はい。あ、そうですか。じゃあ川上さんは別に関係ないってことですね。そうですね。わかりました、わかりました、はい。もしかしてピンコはちょっとどうにかなっちゃう可能性があるんですけど、大丈夫ですかそれ。ちなみになんか、まあ差し支えない範囲で大丈夫なんですけど、なんか何を。はい、ですね、なんか私の名前で遊んでたらしくて、もう舐め腐ってるみたいな。なるほど。ムーブをかましてるらしいんですよ。そんなことあるかな。なるほど、うん、はい。はい。野なめくんってわかります？なんか最近町引っ越してきた。いや、ちょっと会ったことないです、ね。わかんないですか。なんかさっき、その、初めましてで会ったんですよ、BMC で。ええー。で、そこで初めましてって、アルフォート・ウェスカですって挨拶したら、はい。アルフォートって言われまして。はい。で、なんか野なめくんって記憶がないらしいんです、この町に来てから。来る前から。ああ、なるほど。で、その、野なめくんっていう名前も、その救急隊のメキーラさんにつけてもらった。名前も忘れてるからって言って。ああ、なるほど、なるほど。ええ、野なめくんっていう名前をもらって、そこで、脇尾とピンコが現れまして、野なめくんの前に。うん。で、その名前をもらったっていう話を多分したんでしょうね。うん、うん、うん。名字がないな、っていう話をしたらしくて。はい、はい、はい。うん。で、じゃあ、名字とミドルネームをあげるよって脇尾とピンコが言ったらしくて。うん、はい。ワキオはバンっていう名字を挙げたらしくて、でピンコはアルフォートっていうミドルネームをね挙げたらしいんです。なるほど。バンフォートノナメっていう。バンフォート。この町にいるっぽくて。なるほど。でその名前を挙げてから役満だっつってケラケラしてたらしいんです、その二人が。なるほど。まあそれは事実なのであるとすれば。まあそうですよね。お怒りなのはもっともというか。はい。すいません。はい、なので、川上さん、ちょっと従業員、ちょっとごめんなさい。言っちゃうかもしれないです。わ、なんか他に解決方法、これがですね、まあただの白市民だったら、ちょっと脅して済む話なんですけど、はい。オブやらグッバイサーカスに入ってるっぽくて、そのピンコがね。まあ、なるほど。はい。敵対組織に馬鹿にされてちゃちょっとね、あれギャングの方っていうかな、いや、多分白だと思いますね。プロダクションの方。ですよね。真っ白だと言ってましたね。ついさっき。ちなみに、グッバイカンパニーとグッバイサーカス一緒ですよ。ああ、なるほど。なんか、鶴木くんとか、はい、今なんて言いました？まあ、さっきって言ったんですけど、1時間ぐらい前です。さっき。はい、1時間ぐらい前。さっき。はい。だいたい人間って1時間前のことさっきって言いますよ。いや、でもほんと、いや、これはガチです。ほんとに。さっきレースで一緒にいて。うん。俺、それよりも、言っとかなきゃいけないことあって。はい。俺、その、つけた後のとこに、俺、いたんですよね。つけた後ぐらいで、俺、合流しまして。はいはいはい。で、それの名前見て。はい。バン・フォート・ノナメって名前だったんで。はい、はい。バン・フォート・ノナメ・ナルドにしました、俺、それの後に。ですね。いや、私は知りませんよ、鶴木くん。私は知りませんからね、そこは、はい。はい。なるほど。バンフォートのなめナルド。はい。はい。はぁ、あ。なるほど、そうですか。頑張ってくださいね、じゃあ。ベスカーさん。はいはい。じゃあ相談なんですけど。はい。お金で解決って難しいですかね。いや、お金で解決しようとしてます。とりあえずはね。なるほど。ちみっとのくらいかって教えていただいて。ですね。5億か。了解です。じゃあ、はい、お金以上のことにはならない。そのお金を渋るんであれば、お金以上のことにはなり得る。わかりました。はい。はい。わかりました。どうしたんですか？川上さんでもさっき関係ないって。
いや、まあ、まあ、関係はないというか。部下だから面倒を見てやろうとしてるってことですよね、多分。そうですね。そうですね。まあ、ちょっとそこの部分は、まあ、ちょっとありますね。確かに川上さん、はい、まあ、そうだな。まあ、お世話になりましたから。じゃあ、わかりました。川上さん割引で3億にしておきます。本当ですか？はい。いや、でも川上さんに払ってもらうのは違います。はい、本人に払わせます。わかりました。はい。いや、すいません、本当に。川上さんのお前おかげで5億から3億になってるんだぞって言ってきますね。そうですよね。すみません、ほんま。ありがとうございます。頑張ってください、ね。あの、内緒にしといてください、一応。内緒にしといてください。一応、ナルドの、いや、ナルドだけはちょっと、ナルドを聞かなかったことにしてください。ナルドを聞かなかったことに。はい。野なめナルドにした。いや、野なめナルド提案しただけで。はいはい。はい。まあでも、その、マックが決めることですから、つるぎくん。マック？マックがね、マックさんが。いや、その、とりあえず言わないでもらっていいですか？とりあえずね。いや、はい、だからここで、うん、もし、ピン子と私がこじれてね、はい、相手方のグッバイが出てくるっていう風になったら、はい、その話は伝わる可能性は全然あります。なんで？なんでだ？なんでだろう。なんか、やっぱりちゃんと説明しないとね。お、まあ、わかりました。わかりました。ね、つるぎくん。そうですね、まあでもギャングってそういうもんですから、はいはいはい、なんかうちともちょっとありましたけど、鶴木君、はい、それは片付いたんですか？ちなみにもうめちゃくちゃ片付き散らかしましたよ。それは片付き散らかしたんですね。もうはい、綺麗さっぱり、いこんなし、あ、よかったですよ、はい、くださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お前やってんじゃねえかよ。なんでとか言ってたけど、そらそうだろ、言われるだろ。なんで言われるの？なんでじゃねえよ。なんで言われるんですか？だって、俺はだって、ナルドつけただけなのに。いやでもそれは、人笑い起きるかなと思ったんですよ、ちょっと名前見た瞬間に。まあ人笑いは、でも起きたでしょ。まあ、ちょっと起きたっすね。うん。うん、で、それ人笑いの代償だよ。いや、でかい代償が。お前何回同じことやんだよ。似たようなことでお前とんでもねえことになっただろうか、一回。いや、ちょっと一回焦げ付きは飲んだと。一回こ、川上さん、どうします？なんかこれからするとかあります？いや、ちょ、一旦ピンコに連絡取ってみようかなって。大丈夫です、逆に。あー、いや、まあ、後の方がいいか。俺が行きます、俺が行きます、じゃあ。いや、捕まった、まあ、捕まった後の方がいい。でもな、ごねたらどうのって言ってたからな。いや、そうそう、ごねる。一回かけます、じゃあ俺がかけます、じゃあ。絶対持ってねえしな。うん、多分、最近あいつ、キャンピングカー買ってるから。そう、キャンピングカー買ったんすよ。うん、川上さん助けるなんて俺半分出せますよ。いや、だから俺、そう、俺も。ピンゴ今日から俺のレーシングチーム入ったんすよ。おめえ、言えよ、それ身内じゃねえかよ、おめえは、おめえで。一緒仲間になったんすよ。マジかよ。いや、でも、こういうのちょっと助けるタイミングむずいわ。何もかも、本来、ね、まあ、夢の世界だったら何もかも先回りにしてね、はい、うまくやった方がいいけど、ね、この街での出来事ですから、まあ、叱るべきタイミングっていうのがありますからね。なるほどな、確かに。確かにそういうことか。なんかすごいことになりましたね、たこ焼きだったのに俺らの話が。たこ焼きでフードコートとかやってケラケラ笑ってたら、たこ焼きの話突然ピンコ詰められて。てか、はい、アンブレラと何やったんだよ、昨日のやつか、まさか。うわぁ、もうこれ何にもなかったことにして言わないようにしようと思ってたのに。やば。すいません、修理お願いしてもいいですか？はい。お願いします。こんにちは。なんだ？シャレた車乗ってるね。え、ちょっと待って、キモ。あー、このキモいのは気にしないでください。川上さん、お疲れ様です。ちょっと待って、何してんの？あ、佐藤、こんにちは。終わったらちょっと、なんかパクパクしてるし。いらっしゃいませ。あ、彼は、カレンさんの兄ですね。ん？あ、カレンさんと、カレンさんの兄。はい。ゆがんだ。今からデート行くんですよ。ああ、そうなんだ。兄貴どうなんだ？声聞こえます？あ、でも、いいですよ、相手しなくて。え？一応これは内密でお願いします。ん？何を？怖い怖い、内密でお願いします。内密に？ガチの内密でお願いします、これは。何を？すべて今見たら、俺は来てないです、この、この映像で。なんで秘密なの？それは言えねえです。やらかした。言えないのに秘密ってのもな。やらかした、もしかして。まあ、テクニカル的に言ったらやらかしてます、めちゃくちゃ。ああ。肌で言うなってのもな。じゃあ聞いてない。俺は聞いた。いや、川上さん、本当にこれは。
ちょっと一回、一回これはまずです。まあそこまで言うなら。ありがとうございます。また、すべてが終わった暁に話します。だから、それより先に言ってくれたら黙っとくんだよ、俺も。あ、わかりました、わかりました。なんで、おっさんや。すいません、よろしくお願いしますね。完全にミュートした。回してください。がミュートした。ええ。ああ、ぜひぜひ。あとから教えてくれるって言うんだったら、まあ、いくらでも黙っとくんだから、俺。いや、わかりました。かかいさん、すぐ行っちゃうから。お兄さん置いていく？お兄さん置いていく？うわーもうこれ何にもなかったことにして言わないようにしようと思ってたのに。だって今うちの人間とも一悶着みたいな。でもまあウェスカーさんが出てこなかったってことは、まあ本当に人とトラブっただけで別に組織とトラブったわけじゃないんだね。そうですね、うん、え、まあそうじゃなかったら、言うって約束しましたもんね。いやいや、まあでも別に言わなくてもいいよ。いや、なんかまあマジできっかけはくだらないんです。うん、アンブレラのうちの女性の方が一人いて、その女性の方がよくラーメン屋さんに来てくれたんですね。うん、まあ、近いしね。はい、うん。で、その女性と結構話すぐらいの友達にはなってて、はいはいはい。あの、物件俺に譲ってくれたんです。一緒に家も遊んだこととか、家で物件譲ってくれた方で。うん。家で一緒に遊んだことある？遊んだことあるはもう嘘っす。ちょっとこれから話すことがあって。ああ、はい。その物件もらって、はいはい、譲ってもらって結構仲良くしてたんですけど、うん、そしたらある時お兄さんと、その方のお兄さんという一緒に来られたんですね、うん、兄弟でもう実刑、実刑、ああそっちの実刑ね、実刑で、はい、実刑で来られて、実刑来られて、うん、でその人に俺悪ふざけで、あの好き、あのそのその女性の方と付き合ってる焦げ付き剣ですって言ったんですよ、冗談で。お付き合いさせていただいてます。焦げ付き剣ですって嘘ついたんですよね。はい。そしたら、重度のシスコンでして。ああ、昨日あった。あれ、あ、昨日会いました？え、だって昨日トランクに入ってた人でしょ？そうですね、あの二人なんですけど、うん、重度のシスコンでして、うん、その、どういうことだってなったんですよ。ああ、まあまあまあ。こらって。はいはいはい。で、最初はもうそれでいろいろとずっとふざけてて、うん、向こうも、向こうの女性の方もまあそういうことだからみたいな感じで。うん、ちょっと悪ふざけが過ぎまして、はいはいはい、お兄さんショックで、うん、帰っちゃったんです、その日は。あ、家に。うん、もう俺は絶対反対だからみたいな感じで、はい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 。でも次の日起きてきたら、うん、俺らの付き合うことに大賛成になってたんです。え、うん、よくわかんないですよね。なんか怖くない？次の日起きたら、え、次の日っていうのは今日のこと？あ、全然前です、もう本当に。あ、すっごい前。すごい前。へえ。それが昨日解決して。あ、で、それで、まだ聞きます。結構長いんですけど。あ、いや、もう全然。それで、もう結婚大賛成みたいな。お、家も買ってあげるし。あ、逆にもう激推ししてくるようになったんだ。そうなんです。激推ししてくれて、うん、その、もう家も買ってあげるし、うん、車も買ってあげるし、もう買ったからって1億の車。うん。で、俺そこで、ひらめいたのが、俺がめちゃくちゃ最低な男を演じたら、このお兄さんも考え直してくれるんじゃないかと思って。その、報告の時、付き合ってる報告の時に、くちゃくちゃ食べたり、ご飯食べたりとか、水ずるずる飲んだりとか、怒鳴りつけたり、その妹さんのこと怒鳴りつけたりとかしたんですけど、もう仲良さそうだな、としか言わず。完全に前の向きだったんです。わあ、もう何やっても無理だったんだ。そうなんですよ。で、ピン子呼んで、ピン子が本物の彼女のふりしてもらったりとかして、イチャついたりとかもしたんですけど。あ、それが彼女役とかなんとかとか言ってさ、あのキャバクラでのあれか。ピースが繋がってますね。そういうことか。彼女役だったんすよ、とか言ってたら、そこで召喚したのがルミ子なんです。ああ、そこのキャバクラにいたルミ子。ああ、なるほどね。そう、でもそれも聞かず。最終的には聞かないってどういうことそれ。だってもうそっちが本当の彼女なのに。いや、そうなんですよ。もうなんか、あ、それでも結婚した方がいいよ、そういうことにしてんだろみたいな。ああ、もうなんか受け入れないんだ。そう、全く受け入れず。ああ、でもう、もうなんかもうすごい長い時間ですよ、ここまで来るのにも。もう途方もない時間、途方もない時間をかけてずっとそんなことになってたんだ。そうなんです。で、押し問答があり、最終的にもう全てがドッキリでしたと。おお、もう本当すいませんでしたって。ああ。ドッキリでしたってなって。ああ、何、その、剣側がドッキリしてましたってことを兄ちゃんに言ったの。そうです。そしたらもうしないって言って泣いて終わったんですよ。ああ。何が。じゃあもうちゃんと壊れちゃったんだ。壊れたんですかね、そこで。ええー、まあ壊れちゃったっていうか、なんかもう、壊れてたんだ。
もうそこでおじゃんになって、で、そこ、今、ちょうど序盤、アニメで言うと、12話のやつが 4話まで終わりました、今ので。え、まだ進むの？終わってねえの。まだ4話。うん。まだ4話あんだ。大丈夫ですか？まだ。まだ、まあ、一応いけるよ。まあ、ここまで聞いたら、だってもう、で、4話まで見たらもう、1話で切んなかったんだから。しかも1話1時間の方のアニメですから1話1時間、おいマジかよそれ、空の教会かよ完全に空の UFO テーブルカットかしてたんですよマジかよちょっとそれで一応その日は着いたんですよ、お方が、おうおう、一旦人となく、はい、でその後にその女性の方とハウジング一緒にしてもらってて、ハウジングを教えてもらってたんです。懲りねえなあ別にそれいいじゃないですか、友達だから。まあ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 、ハウジングを教えてもらってたら、そのハウジングから出るときに、うん、家から出るときに同じチームのアンブレラの女性の、また別の女性の方に見られてしまったんですね。ああ、一緒に家から出てきたところ、はい、あで結構、え、何があったのって、はい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 、なって、そこで俺の悪ノリスイッチがまたオンになってしまいましてそのなんかわざと勘違いさせるようなことを言いまくったんです。その一緒に地下に潜り込んでいろいろ動き方を教わってもらったみたいな、あ地下で動かし方を教えてもらってたんです、何もわかんないんでみたいな、それもハウジングの話ですよ。ああ、まあでもそれはちょっとふわっとね、こう、そう、ハウジングとは言わずにハウジングの話をそうしてたら、めちゃくちゃ勘違いされて、うん、でお兄ちゃんから電話がかかってきて、またはい。で、俺はスイッチ入ったまんまだったんで。なんでそこで切らねえんだよ。切れや。そこでまあ、なんかまあでもそこは一言二言す。いやまあいろいろあるんですよって。こっちにも。年頃バンビーナですからって。ほんとこれだけ言ったっす。そしたら、これ3時以降っすかね。あ、3時以降か。いや待って、もう一言あります。あ、何？そしたら次の日。お兄さんの記憶がなくなってたんです。これで次、まあ次。これで瞑想後っす。マジ？これで瞑想挟みます、一回。え、それ妹が兄ちゃんに沈めたってこと？いや、まあ、結果から言うと、普通に外傷的な、その、なんていうの、ストレス性の記憶障害みたいな。あ、ストレス性なんだ。記憶障害が起こってしまいまして、記憶が全部なくなってました。マジか。そうなんです。記憶なくなってるから、ここまでが長かった。長いんだ、しかも。ここまでも長かったのに、ここからも投げんだ。ここから投げっす。アホすぎる。うわぁ、マックさんに詰められんのか、あいつ。マックさんの怖いところを知り合い自体にでもいいから見たいな、正直。あ、まあ、よかったらもういいんですけど、これで、ぐらいでよかったら。いやいや、もう、でも今、6話ぐらいまで行ったでしょ？今、6話まで行ったっすね。うん、まあ、さすがにちょっと。あ、まあ、待って、今、持ったっすけど、急に駆け足になるアニメで今、9話ぐらいっす。ああ。そう。なるほど。急に内容、中身がちょっと薄くなってくる。で、記憶が、ね、なくなってしまってたんです。お気づいたら。はい。それで、えってなってて、お兄ちゃんっていう単語と、うん、妹っていう単語と、コギビスっていう単語に、すごい拒絶反応を起こすようになってまして。おぉ、はいはいはい。その名前を言うたんびに、苦しむようになってまして。うわーって。はい、もう頭抱えて、うずくまってしまうんです、毎回毎回。おぉ。なんでコギビス入ってんだ？ちなみにそれはアンブレラでめちゃくちゃいじられて連呼されてました、ずっと。ああ、コギビスって？コギビスと、お兄ちゃんと。ああ、え、実刑？え、誰？カゲツさんっていう。カゲツさんとスケバンカレンさんっていう。あ、カレンさんは知ってるな。そうなんです。それで、どこまで、これで。でも俺は記憶を戻してあげようと。うん。思ってたんです、ずっと。努力したんだ。努力してて、そしていろいろともらった車、まあ、とかで、ドライブしたりとか、うん、いろんなとこ行って思い出そうとしたんですけど、そしたらある時、焦げつきさん、俺、カレンさんのこと好きになってしまったかもしれないんですって俺に打ち解けてきたんです。お兄ちゃんが妹のことを恋愛感情として好きになってしまったんです。記憶失ってしまったがゆえに？記憶を失ったがゆえに、好きという感情だけが残ってしまって、もう女の子として好きになってしまったんです。おなるほど。で、協力してほしいって。だって、俺も確かにもうなんか別に、記憶が戻るまで、まあ、協力してもいいかなと思って、協力してたんです。はい。一緒に山登ったりとか、うん。じゃもうすごいアピールが気持ち悪すぎて。
ほんと気持ち悪い変態おじさんみたいなアピールをずっとするんです。ああキモいんだ。そのもうあ髪の毛の匂い嗅ごうとしたりとかおんぶしようとしたりとかそこにいる鳥捕まえて食わせようとしたりとかじゃあそれは意味わかんねえけどで、うん、なんか他になんかことごとく失敗していくんで、うん、そのこれど何したらいいのって言ったんです、うん、連絡で、はいはい、そしたら何もお前にすることないって言われて、うん、でそこから特に何もすることもなくなったんです。しかもカレンさんもめちゃくちゃ嫌がってたんで。ああ、はいはいはい。でそこから時は少々流れます。2週間ほど。ああだいぶ流れたね。はい、噛み合わなかったんですかね。あんまりこの店に訪れることもなく、はあはあ、結構な期間が空きまして、はあ、で俺その間に占いとかもしてたんです、はあ、で占いでその出たのがこれおもろいんですけど、占いをしてた。あ占いを受けてたのか。そう占いをしてもらってたんですその件について、はあ、でもし何もアプローチをしなかった場合その記憶を取り戻すことに対して、うんうん、お兄さんは愛のしがらみにとらわれ成長できなくなるっていう結果が出まして、なんか言ってないのに、はあ、何も言ってないのに、へえ怖っ。愛のしがらみにとらわれて成長できなくなってたんです完全にこの2週間。おでつい一昨日ぐらい来てくれたんですこのお店に。おでそこから物語が進んでそのもう一回占いを受けに行こうってなって、お占い受けて待ってこれでもあれだなんかそれっぽい占いが出たんです。その、まあ、これ省略しますちょっとえまあ、なんか言えない何かがあるんだね。いやそうなんか待ってこっから一気に駆け足になります。ああいいよ。そしたらまあいろいろと揉めてたんですけど、うん、なぜかアンブレラの方で記憶が取り戻される薬っていうものができまして記憶が取り戻して元々に戻りましたおい駆け足になりすぎだろで打ち切りっすおいそれ急に人気になった漫画のお前最後じゃねえかよ。無理やり終わらせられてんじゃん。打ち切りね。打ち切りの話は、まあ、いろいろなんか、あるんですけど、そこからいろいろその揉めてる間に、癖ができるまでに揉めて、で、そこがデートだったんです、一緒に。ああね。薬を飲んでくれるの納得した理由が。あ、じゃあ飲んだの昨日なんだ。あ、そうなんです。それが昨日デートで、はい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 、薬が出来上がったのに、飲まないって言い始めたんです、そのお兄さんが。俺ら薬なんて飲まないって。ごめん、始めたの。はい、もう絶対に付き合うって。うん。妹と。うん。それで飲んでもらう、いや、無理やり飲ませるっていうのは後味も悪かったんで、うん、なんとか納得させる方法ないですかって何時間も押し問答した後に、ああじゃあ、押し問答した時に、うん、あれなんです、諦める理由が、お兄さんが、カレンさんを諦める理由が、うん、カレンさんに別に好きな人がいるから、お諦めるって理由になって、はい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 、その相手を俺ってことにしたんですね。またかよ。何回やんだよ、そのくだり。おい、何回やんだよ、それ。無限にループすんじゃねえかよ、それ。そこで、まあ、いろいろ、もういろんな問題があったんですけど、薬飲む理由として、じゃあ最後に、本気のデートを見せてくれと。ああ、ね。かげつさんが言って、本気のデートを見せてて、いや、その二人は今の二人見て、分かったと。もう本当にこれは、完全に好き同士で付き合ってるって。演技なのに勘違いしてくれて、うん、薬飲んでくれて元通りか。はい。ちなみに薬飲む前にラブソースイートめちゃくちゃ熱唱してましたちなみにさ、はい、それ記憶が戻って、はい、記憶が戻ったことでその妹と付き合ってる本気で付き合ってるんだなの焦げ付き剣の記憶もなくなってたというか。そうなんです、そうなんです。はいはいはい。じゃあもうさ、そのあれね、死ぬ間際の人に見せてあげたみたいな感じね。そうそう。ああ、なるほど。そうです、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 そうです。なるほどな。うわ、面白かったけど、はい、クソアニメだな。いや、マジでクソアニメです。急に駆け足すぎて。面白いクソアニメだ、これ。B 級映画だもん、これ。いや、急に勢いが。すげえ。映画ドラマみたいな感じになっちゃいました。ああ。なるほどね。っていう感じだったんです。人気だったからシーズン続いてたけど、急に、ね、人気なくなったもんだから、クソ雑な終わり方する海外ドラマか。途中でこけたやつになっちゃいましたね、完全に。なるほどね。いや、そうなんで、それもきっちり。ああ、よかったね。いろいろやってるね。薬が解除しようと。今は焦げ虫ペダルス。
ホゲムシペダルね。はい。なんか昨日砂糖が A2 に入ってよしとか言いながら、なんかあの黄色い格好になって、で黄色い格好でバイクに乗ってどこ行って、え？いや多分チャリのところまで行ったんだろうね。ああそういうこと。さすがにね。さすがにバイク乗ってたのよ。一瞬今めっちゃ評価上がったんですけどね、ホゲムシペダル内での佐藤の評価でも上がったっすわ。確かに。車が多分バイクがね多分、自転車の方のバイクが。ああ。営業にあったんでしょうね。はい、川上さんもやります？焦げ虫ペダル？焦げ虫ペダル。ちなみに何すデスマウンテン9日の22日行きますよ、自転車で20人ほどで。20人で9日？はい。ちょっと待って、9日？ただこれがこれ着ないといけないですよ。残念ながら空いてるな。ザリタコも来ました。ザリタコ来た。ザリタコも来ました。くそ、彼は騙されてるんだ。騙されてないですよ。このフードコートに。いやでもそれは言わないけど、いやまあそれは本人には言わないけどね。あれですか、全部なくなったんですか、全部売ったんですか。50しか作ってへんねんけどね。え、50だけで。あ、500か。500売れたの。買うてくれはったわ。やばっ。あ、川上さんもようさん買うてくれたわ。買いましたよ。でもこの店に金入るって知ってたら俺買えませんでしたけどね。それはなんで。いやいや、わかんない。いや、さっきの話だけど、ペチャリンコはちょっと俺の歳じゃノリがきついかな。どういうノリでやってんのか知らないけど。平井さんもそれでも、それで59っすよ。え、平井さん59っすか。そやね、わし59やね。ノリきつくないやね、平井さん。え、弱虫、あ、弱虫じゃねえ、焦げ虫ペダルの、ノリどうすか。ノリはね、うん、やっぱり楽しいね。あ、おぉ、うん。ちなみに、ごめんなさい、シャンクスさんもいます。いや、シャンクズは別にどうだろうな。で、ケツミ、いや、なんもね、いや、違うわ。じゃ別の記憶でした。まあ、え、ってか、そういうこと？何か？いや、わかんない、わかんない、そう。どういうことですか？何の話でか。いや、平井さん、嬉しい、よかった。ここで裏切られたらどうしようかと思ったわ、俺、二人で。まあ、芯がないからね、わし。芯ないんだわ。平井さん、芯ないですよ。そのなんか、たこ焼き、結構いい加減な感じで売ろうとしましたもん、最初。そうなんだ。それは否めないわけですわ。売れたら売りますわぐらいのノリでやってたんで。売れたら売ります。それ売らないやつや。まあ、え、じゃあ行きます。じゃあ行こうかな。平井さんも行く。あ、チャリチャリ、はい、あのーすウイス。やばいなそれ。いやいや、ザリタコさんのその色合いが。ザリタコさんではないですけどね。これどうぞ。おー、どうす。あの、乗り捨てていいんで、とりあえず、あの、買ったら。これいろいろあって、はい、これ肺に空気が入ってる、ちょっとでも入ってるんだったら、キャップスの筋肉でスプリントいきます。はい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 。マジ早いです。完全にママチャリと一緒だ。あの、スペースで前傾して、スーパーショートいきます。はい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 。なんで、ちょっと待って。なんも、川上さん、ストップ、警察来ましたよ。はいはいはい。何ですか。すみません、あの焦げ虫ペダルってメンバー募集してます。ありがとう。絶賛メンバー募集中ですよ。あ、じゃあちょっとね、紹介した人がいて、はいはいはい、今日この街に来たばっかりで自転車好きだって言うから、おお、焦げ虫ペダル入りたいですか。あの、はい、入りたいです。あ、じゃあ今から行きます。じゃあ買いに、このね、新しく入ったこの街来た、ここね、なんやら記憶喪失みたいで。あ、さっき話しましたよ。そう、でも自転車が好きって言うから。いいっすね。あれ、なんか聞いてた名前と違うな。え？え？あ、いや、名前変えたんですもんね。なんか噂にだけ聞いてて。はい。あ、いや、名前です。その名前は、あの、捨てられました。ああ、捨てられたんですね。はい。あれですよね、あの、バンフォートトナメですよね。あ、なんかもう一個足んないな。俺が知ってるやつ。いやいや、あの、いや、それですよね、それですよね。あ、チロル、エルリック、ノナメ。川上さん、行きましょう。あの、ノナメさん、あの、長いんかな、うん、長いんかな、名前が。眠くなるかもしれない。これは。はい。いい。いや、ごついな、なんかこれ。なんかすごいな。で、サーファーみたいだ。お前ね。一人だけ監督いない。監督やな。ヒゲが操作すんかな。これ強そうやで。ああ、それがいいけどな。ああ、監督じゃん、もうそれ。これは強いわ。これにしようか。監督か、不敬っす。OB じゃない。もう OB ですね。貫禄が。監督より怖い友達のお父さんみたいになってる。おお、もうなんかすでに楽しいぞ。おお、じゃあ今日普通に湘南行きますか、湘南。湘南行くか。湘南行きましょう。湘南行く。湘南ってあんねんな。こっちです、湘南。眩しい日差しを背に。
おもれちょっと湘南どこ面白いじゃん、なんか人と走んのおもろい、人と走んのおもろいわ、おもろいっす、おもろいっす、マジで。しかもこれもっといたらもっとおもろいっすからね。これで景色見ながら走るんですよ、この湘南を。わあ、なんか綺麗だな。いや、いいっすよ。いや、いい。おい、なんか海がいつもより綺麗に見えるな。いや、これが気持ちいいんすよ。コースは佐藤も最初めっちゃ嫌がってたんですけど、これやってめっちゃハマってますからね。誰が佐藤、佐藤そうなんだ、嫌がってたんだ。すごい嫌がってたっす。こっちの方がもっと綺麗かもしれないですね。こっちの方がもっと綺麗かも。うわっ、やばい。大丈夫か。川上さん、ほら、ここまでだ、置いていけ。え、でも、チャリ行けない、自転車行けるはず。いや、もう強制的に降ろされた。おい、バカ。あの、俺もここまでだ。何やってんの。俺、いける。いける。あ、俺いけた。え、嘘。ちょ、もう俺のチャリどこにあるかわからん。目の前なんですか、目の前。目の前、俺ね、レーシック入れてて、もう海が真っ白。どこ、誰の目の前。どうこれ。あ、ね、もう俺、海が牛乳ぐらい白い。あ、やった。なんか、悲鳴聞こえたけど。行って。ゆっくりゆっくりこうやって、蹴って。よし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 。押し出せ、押し出せ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。前前前前。行った行った来た。これどうぞ、仲間がいてよかった。仲間見捨てないのも。やべ、なんだ、こっちのチャリに乗ってくる。ゲームスペダルなんで。行け、来い。お、来た。おお。あ、来てない。え、いやー、これ多分水没判定かもしれないですね。え、ほな。え、T ポーズって打てばいいだけ。はい、スペースなし。お、オッケー、これで、これ。あ、来た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 。これでキモくないっす。いや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 、風感じんな。あ、すごいな。誰よりも楽しんではるやん。筋肉やばい。何でもあるんで、任してください。スプリントかあかんのか。あ、いけるいける、スプリントいける。なんか。いけるいけるいける。いや、なんか揺れちゃったか、これ。いい。おもろい。これが最強の二人ですよ。おー、助かる。見ました、最強の二人。見たよ。てん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 。痛い。ちょっと、痛い痛い痛い。もう一回止めたらもうダメだ。もうノースプリントで行こう。そのたんびに、ふしゃ、あーい、かかるな。ちょっと、痛い。死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、もう。ちょっと待って、面白すぎて死んじゃう。なんこの二人。アイバックスないですか、アイバックス。焦げ杉さん。焦げ杉はもうちょっと。面白ばっかりやん。いったー。川上さん何や思てんの。いったいわ。ごめんね、ほんと。これ重いからか。いや、これも面白ですよ。重いのが全部おもろいのが焦げ虫ペダなんですよ。何が起こってもおもろい。え、そうなんです、そうなんです。はいはいはい。え、川上さん、パラシュートやったことあります？あー、この間ね、ラルさんにスカイダイビングやらせてもらった。あー、山からの。山からはやったことない。山まで登って山からパラシュートやばいっす。もうチャリとかじゃなくて、チャリで登ってもいいですし、9日は最後それで行く予定です。帰りパラシュート。帰りパラシュートで。お前、それパラシュートで足ついた後どうすんの。走って帰んの。足ついた後タクシーっす。何台いるんだよ。確かにそう。休館です。休館です。そのまま入るんかい。足が了解。じゃあ行こう。足を怪我してしまいました。ちょっと見てください、この部活中に足がやばい。いやー、ビクついてる。筋肉が痙攣する。やばいやばい。ビートたけしみたいな。おい、なんだこれ。本当なんかイビンブレスで必ず。あ、なりました。あ、そう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 。今月じゃ行きましょう行きましょう。ありがとう、ありがとう。いや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 。あ、ちょっと待ってくださいね。これだとちょっとあれに見えるんで。じゃあまた、あざした。行ったで。助かりました、ありがとうございます。しかもこれ、立つパターンもあるんですよね、降臨に。青春みたいに。マジ。はい。なになに、それがどうやるかわかんないんですよね。あ、マジか。え、なんかやってみるか、適当に。これどうだ。あ、あ、お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 、やばい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 。あかん、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 あかんやつや。高橋さん、あかんわ、それ。あかんすか、これ。あかん、めっちゃ見てまう。怖い。あかんわ、ちょっとめっちゃ見てまう、あかんわ、これ。これめっちゃいいじゃん。ちょっとこのまま、ちょっとこのままえずいよね、えずい。あかん、これあかん。あいつ、あかん、落ちた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 。怪我した？怪我した？いや、怪我してないっす。これトッシュは、トッシュどこ。うん、楽しそうに。ちょっとこれやばい。あれ、ちょっと待って。これ、あ、そっ
違いそう違いそう違いそう。やばいやばいやばい。危ない、ごめんなさいごめんなさい。いやマジで。これあかんか、ちょっと待って。これあかんから。え、じゃこのまま警察署行きましょう。警察署？これ捕まるぞこれ。やばいやばいやばい。車で公然わいせつ切られてほしいな。やばいやばい。いや、いい。やばいやばい。罪状わかるやばい。ガタイイのがまた。ガタイイのがまたやばい。やばい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 。曲流してー。うわ、ほんまやわ。あ、凍ってる警察署すげえ。今かよ。です。こんにちは。こんにちは。何やってるの？それ、二血です。やばい。え、9日のね、22時にね、みんなで合宿行くんで、デスマウンテン。あ、そうなんだ。オッケー、言っとくわ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あらら、ちょっと、やばすぎるこれ。あ、怪我してない。あ、いける。これ違うな、ちょっと。ゴー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 。動かして。やばい、違う。これやばい。やばい、病院だ、病院だ。病院行こう。病院行こう。やばい、やばい。あかん、これやばい。早くこれで一回見せます。病院、病院。どうしてだやばいって。やばいか。あー、これ。よし、行こう。スタンドみたい。ジョジョっすね。右っす、右っす。あかんわこれ。これスプリンってことさ、あれあれ100億ペダルまさか100億ペダル言いたいことがあるっしょ。なんだ、じゃあ今から病院一回行くっす。病院わかんない俺、わかんない俺。俺も一応わかるんすけど、うん、地味にわかんないっす。おお、なんだなんだなんだ、道路走ってるヘリコプターいる。すみません、怪我をしてしまいました。何回来んねんな。これ、これで、あ、待って。え、俺はちゃんそれが好きっすね。これマジやべ。あ、この状態でもやるんだ。なんか他にねえかな。これ激坂ですね、激坂が。それはいい。これやばいか。腰ええわ。これこっちとこっちでんだ。あ、いえ、こらやばい、もうダメだ。いや、今なんかそういう面白自転車あったやん。うわぁ、すごい。気品感じる、気品感じる、気品感じる。今の気品感じる。大丈夫か。すごい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 。本当に大丈夫か。これはいける。これは大丈夫。知らんぞ。これかっこいい。あ、これ気品感じた。おお、すごい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 。エクササイズ。バイセクいろいろあるんだよ。言ってそうではある。じゃあ解散で。解散で。部署。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。どうぞもう。ほな送ってくるどっかも大丈夫。いや、これを帰るまでが。帰るまでがチャリか。行きましょう、行きましょう。どうぞ。いいなぁ。いや、面白いなぁ。思ったよりいいなぁ。普通に俺楽しんでるけど、ピンコ大丈夫かなぁ。Hey, wake up. Hey, wake up. おい、大丈夫か。あ、もしもし、今どこにいらっしゃいますか。今自販機の補充してる。自販機の補充か。ああ、じゃあ、やばい、会いに行けない感じ。どうした。まずは、便宜を測っていただいて。ウェスカー様と話したってのは本当なんですよね、多分ね。そうだね。話したね。いろんな事情は分かってるわけですよね、多分ね。いろんな事情。あ、やべ、ちょっと待って、これ。バックスペース切っちゃうのか、俺、これ。とりあえず、剣様に2億5000万借りて、3億の支払いを終えましたわ。で、本当にね、いろいろご迷惑をおかけして。いや、まあ、まあ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 。まあ、できることなら顔を合わせてありがとうを言いたいんですけど、まあ、今お忙しそうだから、また、ああ、オッケーオッケーオッケー。え、このなんで怒られてるかまでちゃんと説明されました？何？バンフォート、のなめ、ナルドの話？あ、ナルド、のなめナルドまでは言ってないですね。ああ、そうか、そうか。私、また話が違う。ああ、そうか。
まあ、一応まあなんとなくふんわりした事情してるね、うん、そんぐらいの少しの少年に、うん、バンっていう文字と、まあ、バンっていう文字は私じゃないんだけど、うん、ああはいはい、こうとっていう文字、はい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 、まあ、ちょっとふざけて、ふざけて役満だっつって役満、そこまで伝わってまあでもお金で済んでよかったわ一旦、あ、ね、うん、ありがとうございました。またじゃあ後日ご挨拶してもらいます。ああ、はい、ではまた、はい、またはい、しなしなじゃねえか